ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。こんにちは、アポロです。今日はですね、コンテンツマーケティング成功の秘訣についてお話していきたいと思います。コンテンツマーケティングをしていく上で意識すべきことですね。どういうことを意識していけばコンテンツマーケティングが、うまくいくのかということについてですね、ちょっと、お話していきたいと思います。で、このコンテンツマーケティングと一般的なマーケティング、例えばダイレクトレスポンスマーケティングは基本的に全然違うもので、当然ですね、その考え方も変わってくるわけなんですよね。DRM とコンテンツマーケティングの違いに関しては過去にですね、お話していますので、そちらをですね、聞いてもらえればと思うんですけど、例えば一般的なマーケティングっていうのは、その顧客が求めているもの、見込み客が求めているものをリサーチして、でそれに対して商品を提供するっていうのが、まあ一般的なマーケティングだと思います。でもちろんコンテンツマーケティングもですね、その見込み客とかそういう人たちが求めているものを提供するっていうところは共通しているんですけど、一つ大きく違うところがですね、よりこうパーソナルなものが求められるってことですよ。だから見込み客が求めているっていうだけじゃなくて、それを自分に対して求めているっていうところが、このコンテンツマーケティングの大きな違いなんですよね。だからその例えば世間一般でこういうニーズがあるっていうニーズがあったとしますよね。でもそれをあなたには求めてないですっていう場合もあるんですよ。逆にね、あなたにはこういうことを求めてるんですけど、それをやってくれないみたいなフラストレーションもあるわけですよ。わかりやすい例で言うと、例えばモノマネ芸人がいたとして、モノマネ芸人にはモノマネをしてほしいじゃないですか。でもモノマネ芸人が例えば歌歌ったりとか、なんかドラマに出たりとかしたら、いやちょっと違うんだけどなみたいな、それは求めてないんだけどみたいな風に思うことあると思うんですね。それに近い状態、見込み客があなたに対して求めているものを出すっていうのはコンテンツマーケティングです。なぜならコンテンツっていうのは一人一人違うからですね。仮に持っている情報が全く一緒だったとしても、その出し方とか表現の仕方とかね、それこそ声のトーンとか表情とか、ね、話す順番とかって人それぞれ違うと思うんですよ。だから僕とあなたがですね、全く同じトピックについて何かコンテンツを作るとして、全く同じ情報を持っていたとしても、絶対に同じものってできないんですね。で、両方に対してニーズがあるんですよ。例えば僕の喋り方とか、この要点だけスパンスパンと話す形がすごく好きだ、合っているっていう人もいればですね、もっと細かく具体的に丁寧にゼロから詳しく説明してほしいとか、あるいはもっと物腰の柔らかい、こう人柄の良さが現れているような人に好感を持って、そっちの方が好きですっていう人もいるわけですよ。だからどっちに対してもニーズがあるんですね。僕なんかはどっちかっていうと、もうさっさと要点だけ話せよみたいなね、スパンスパンと話してくれる人の方が自分は合ってるので、あんまりこう回りくどいというか、 SEO 対策なら SEO とはサーチエンジンオプティマイゼーションの略でみたいなこと言われても、もういいそんなんいいから早く本題行けよみたいな風に思うタイプの人間なんで、ね、そういう人は逆にあんまり合わないわけですよ。でもそういうのが丁寧に説明してくれる人の方が好きですって人もいるんですよね。いや、それがコンテンツマーケティングなんです。だから世の中の人たちが求めているものっていうだけではなくて、自分に対して求めているものは何かってことですね。これを探っていく必要があるわけです。で、コンテンツをですね、こう出していく、特にこう無料媒体とかっていうのは、そのアナリティクスがありますよね。ポッドキャストにしても YouTube にしても、まあ、ブログもあると思うんですけど、そういうので情報出していって探るわけですよ。相手が自分に対して何を求めているのか。例えばこのポッドキャストもですね、いろいろこうアンカーとかのダッシュボードで情報を見ることはできますけど、こういうエピソードはすごくよく聞かれてるけど、こういうのは聞かれてないなとかってわかるわけですよ。そうするとリスナーの人が自分に対して何を求めているのかって分かるんですね。
こういう話をしてもあんまり聞いてもらえないってことは、こういう話は僕に対して求めてないってことですよね。逆にこういう話はすごく求められてるとか、そういうことがわかるわけです。SNS とか YouTube とかもね、いいねボタンがあったりとかしますし、コメント欄が、ね、あったりしますよね。で、そういうのでエンゲージメントを測っていくんですね。一般的なマーケティング、ダイレクトレスポンスマーケティングとかだと、クリック率とか制約率とかね、反応率、登録率とか、そういうまあ数値を、測って、で常にこうテストを繰り返してみたいなことをやるじゃないですか。それをコンテンツマーケティングでやる場合っていうのは、お客さんの反応を探るわけですね。自分がどういうコンテンツを出した時にどういう反応があったのか、自分はすごくいいコンテンツを出したと思っても全然反応がないとかっていうんであれば、おそらくそれは自分に対して求められてない、自分がそういうふうに出したいと思っただけで、相手は全然それを自分に求めてない可能性がある。逆に自分は大したことないというかね、あんまりこれちょっといまいちだなと思っていても思いのほか反応が良かったっていうんであれば、それは相手が自分に対して求めているものになるわけです。例えば僕のケースで言うならば、ポッドキャストのエピソードに関して言うと、結構その成功に対するマインドセットみたいな話っていうのは視聴回数がすごく多いんですね。だからそういうコンテンツをおそらく、まあそのポッドキャストのリスナーの人は求めている。YouTube で言うならば、まあその自分らしさを出して成功しましょうみたいな、その、なんていうんですかね、変わり者の成功戦略みたいな感じの内容の話がすごく受けがいいんですね。だからその成功法則は一つじゃないとかね、人それぞれ違う生き方、違う成功法則があっていいとか、ね、大衆の真逆をしなさいとか、そういう話をするとすごく反応がいいんですよね。っていうのはやっぱそういう話を多分僕に求めているから、僕自身がそういう生き方をしてきて、そこにすごくですね、強い思いがあるから、おそらく、まあ、その思いも乗ってきたっていうのはあるんでしょうけど、同じように考えている人がね、また、多数派ではないんですけど、やっぱり少数派の人たちの中にはそういう同じ思いを持った人がいるから、そういう人たちに響くんでしょうね、きっと。いや、そういうふうに、まあこう、今のコンテンツっていうのはですね、無料媒体ですよ、有料媒体ですよ、そういうお客さんからのフィードバックが見れるわけですよ。有料媒体で言うなら、例えばユーデミーとかでね、コンテンツを出した場合に、ね、講師の方の喋り方がすごく落ち着いていて、人柄の良さが現れていて、好感が持てましたみたいなコメントをもらってる、まあ、講師の人もいるんですね。それって僕には出せないんですよ。僕そういうキャラクターじゃないから。でもそれその人が持つ武器だし、それがその人のコンテンツの良さなんですね。その人にしか表現できないもの。だからライバルが真似したくてもできないわけです。で、それがその人が求められているものです。ね、物腰が柔らかくて人の良さが現れてる。っていうのが世間がその人に対して求めているもの。でもその人がなんかオラオラ系みたいなね、ことをやっても、それはその人に対して求めてないんですよ。だからそこを一致させるっていうのはすごく、まあ、重要になってきて、一般的なマーケティングっていうのはお客さんが何を求めていて自分が何を出すかっていうところだけなんですけど、コンテンツマーケティングっていうのはやっぱりその人それぞれね、出すコンテンツ内容が全く一緒でも、ね、違うものになるっていうところも踏まえて、自分っていう個人に対して相手が何を求めているのか、これを、まあ、見つけてそれを出していくっていうのがコンテンツマーケティングと言えるわけです。なので単純にね、なんかこう、見込み客のニーズをリサーチしましょうみたいなことを言われてもですね、例えば自分と全然キャラの合わないような情報発信をしていてもやっぱりうまくいかないじゃないですか。世の中がなんか何ですかね、じゃあ、すごくこう賢そうな人の情報発信を求めているとしても、自分がそういうキャラじゃない、自分どっちかっていうとふざけておちゃらけでねやる方が得意だったら、多分うまくいかないと思うんですよ、そういうキャラを演じたとしても。だったら自分らしくふざけてね、おちゃらけて、結構ねそういうキャラクターを出して自分の思いを伝えていくっていう方が絶対自分には合ってるし、それを求めている人もいるんですよね。だから真面目で固い人が変にそういうねおちゃらけたことをやってもうまくいかないし、逆にそうね、こうチャラい人が真面目にやってもうまくいかないしってこと。だから結局最終的には自分って個人にね、まあ依存するわけなんですけど、それがコンテンツマーケティングなんです。自分個人に対してどういうものを求められていて、それに対して自分がどう答えることができるのかっていうところが、そのコンテンツマーケティングの、まあ、成否を決めるので、そういうこともですね、
まあ、今はいろんなこうリサーチの方法がありますから、アナリティクスを見て反応を調べるとかね、あのまあお客さんからのフィードバックをもらうとか、そういうことをしていく上で、あ、自分はどういうふうに、ね、思われていて、この人たちは自分の何に惹かれてやってきたのかなとかっていうのは分かるんで、そうすると自分のコンテンツをよりこう磨いていくことができるので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。